オレゴンから愛はアメリカオレゴン州でロケーションに撮影されたフジテレビジョンのテレビドラマ木曜劇場シリーズの第一作目でもある北の国からのアメリカ版とも言われ同名タイトルの主題歌も北の国からと同じく佐田雅史が歌った佐田雅史曰く北の国からみたいな曲を作ってくださいと言われたという主演は 古谷一行と伊沢説で、1984年10月4日から12月27日、古谷一行と伊沢説が起用されている点などが共通しているほかは、各回とも独立した一話完結の内容となっている。これは1990年より、宮内京子役の好みなのが、奥に奥にに出演することになったため、スケジュールが調整できなくなったことによると言われている。 単発シリーズのうち、夏休み、スペシャルオレゴンから i88 ホームステイサマーなどの一部タイトルは VHS ソフト化されているが、連続ドラマシリーズなどソフト化されたことのないタイトルも多い。2018年現在 DVD での発売はないが、2010年12月7日から12月15日、及び2011年1月2日に、 超改造リマスター版として連続ドラマ全13話がフジテレビ2で一挙放送された。1989年、オレゴンから I-88 に対して第26回ギャラクシー賞、戦勝を受賞。両親を亡くし、オレゴン州に住むおば夫婦に引き取られることになった9歳の名は、水泳を続けるために日本の中学校に残った姉と1年間の約束で、 離れ離れになってしまう。オレゴンの雄大な自然、人々に触れながら、人間としての成長を遂げる名日本を忘れられない名であったが、親代わりとして育ててくれるおじおばと共に、オレゴンで生きていく決心をする。民が、オレゴンのおば夫婦に引き取られて3年半、家族としての絆もますます深まった。映像一家に、イチゴ畑経営の話が持ち込まれる。売り手は、日系人の父子。 やがて二つの家族は、このイチゴ畑をめぐって、深い関わりを持つようになる。88年、メイは、オレゴンで農場を営む、おば夫婦の下ですっかり成長した。その翌年、ホームステイツアーで、ミンの昔の同級生たちがオレゴンにやってきた。最初は、自然に感激する彼らだったが、生活に耐えられずステイ先の家を飛び出してしまう。雄大な、オレゴンの暑い夏。 自分たちの牧場を守るために父と子の懸命な戦いが続いた。ありがとうございます。